はい、アシュラノレザー正規販売店の泉と申します。普段はこういった、チルコード版製品である、アシュラノレザー製品とか、ガンゾー製品とか、ワロさん製品とか、ココマイスター製品とか販売してます。で、アシュラノレザーのいいところっていうのは、値段が安いのと、あと、すべてチルコード版で作られた、製品であることと、パターンオーダーの範囲が広いことですね。すべてシェルコード版ウイスキーで作った撮影とかが3万8000円で、私はパターンオーダー受注してるんで、かなりね、安くシェルコード版が楽しめますね。しかも、6色以上、使えるんで、本当にパターンオーダー広いですね。あと、散布の量も増やせるんで、すごいですね。もちろん、日本で見る普通のシェルコード版である、アーマレットとか、エバーレットとか、そういった、カラーも使えるんで、本当に、自由度が高くて安くて素晴らしいブランドですね。これはアシュランドレザーの定番の、定番とか、キーリングですね。で、これはバーカンディですね。で、ナチュラルとかウイスキーとか、リバース、ダークバーカンディがあるんで、紹介しようかなと思いますね。で、鍵がたくさんつけられる、普通のキーリングですけども、シェルコード版がついてるっていうのがかなりでかいですね。シェルコード版製品はやっぱり高いんで、手元に来て合わなかったら、すごく残念ですよね。そういった方でも、安く、手軽に楽しめるようになってますね。一つ、レアカラーは、3500円ぐらいで販売しようかなと思います。で、バーカンディとかブラックとか、定番なカラーは、リバースブラックとか、ダークバーカンディ、ブラック、リバース、ダークバーカンディは、3300円で販売しようかなと思ってますね。ご興味がある方がいましたら、お問い合わせいただければと思います。で、シルコードバーは傷がつきやすいんですけども、耐久性高くて、艶が美しくて、堅牢で、本当に世界でもすごく人気な革ですね。高いってのがデメリットで、傷がつきにくい、あ、つきやすいってのもデメリットだと思いますね。ダークバーカンディですね。これがシルコードバーナチュラルですね。薄いカラーが特徴で、人気なカラーですね。あ、これウイスキーか。これウイスキーでした。こっちがナチュラルですね。薄いカラーですね。ゴールデンっぽく見える。本当に人気な、カラーですね。で、これが、ウイスキーで、すごく人気なカラーですね。ちょっと濃いめなブラウンですね。ナチュラルよりも濃いめなブラウンですね。で、これがリバースダークバーガンディで、散布もついてますね。これも経年変化すごく良くて、最初はマットなんですけども、だんだんと艶が出てきて、本当に触り心地も良くて、裏側なんですけども、表側と変わらないぐらい艶々になっていきますね。素晴らしい。で、ここにもないインテンスブルとかグリーンとかカラーも取り寄せることができますんで、ご興味がありましたらお問い合わせいただければと思います。普段はこういった、革製品をラクマアメリカリベースヤフオクなどで販売してまして、パターンオーダーの、受注も毎日行ってますんで、シェラノレザーの、パターンオーダーが気になる方は、ご連絡いただければと思います。本当に安くて、パターンオーダーの自由度も高くて、すごくいいブランドですんで、気になる方がいらっしゃいましたら、お問い合わせいただければと思います。あと、出品しますんで、ヤフオクとかにも、そちらもご覧いただければと思います。